自転車のキャリアの話。自転車のキャリアの話。私の持ってる自転車、買った当初、後輪の上にね、何も乗せる台がついてなかったんですね。後輪の上の乗せる台、これキャリアって言うんですけども、キャリアがないタイプのもので、で、これは学生が通学とかで使うような、通学の場合あんま重いものを持ち運ばないから、カバンぐらいだから、前のカゴに入れておけばいいから、キャリアがないですよね。お買い物のね、自転車はね、後ろになんか段ボール積んだりすることもあるんで、キャリアはね、多分必須だと思うんだけど、通学向けのものなんで、後ろにキャリアがなかったわけ。だから重いものをね、重いカバンとかを持ってくるときは、必ず前のカゴに入れて、もちろん背負っていくこともあるけど、背負っていく、一日背負ってもうきついから、前のカゴにボンって入れて、行ってたんでね。リュックとか、前のカゴに乗せるとですね、結構な重量になって、バランスが悪くなるっていうね。はい。で、前の部品だけが消耗するみたいなこともありましたし、まあ、詳しくはね、別で話しますけども。で、もう数年前に、後輪のキャリアをね、後から付けてみようと思いまして。自分でね。で、ホームセンターとか自転車強いところは、キャリア売ってるんですよね。で、買いに行きました。前々からね、ここ売ってるな、みたいなのをチェックしといて、買いに行きました。で、買いに行って、だってね、そのタイミングで買いに行ったかっていうと、まあ、特になんかきっかけがあったわけじゃないんだけども、なんか例えば災害とか、電車とかね、あれ車が全部ガソリンがないとかで止まった時に、自転車の出番になるだろうと。で、自転車でどっかね、なんか、配ってるね、物資を取りに行くとか、自分で物資を運ぶとかをするときにですね、後ろのキャリアがないと話にならんだろうと。キャリアに段ボールとか2、3個積んで行くわけだからね。だから後ろのキャリアがないと自転車のこう意味がないみたいな感じになって、買わねばならぬみたいになってね。で、買ったんですね。で、買ったらですね、意外と高くて2500円ぐらいしましたよ。キャリアだけね。後輪の上に乗せるキャリアだけで2500円。これね、新品の自転車が1万数千だとすると、もう5分の1とか6分の1ぐらいの価格になっちゃうから、これも買い替えた方が早いんじゃないかみたいな感じもあるんですが、まあとにかく、買いたいからね。で、自分で付けたいから。で、持って帰ってきて付けましたよ。で、付いて。ああ、みたいな感じで。で、ちょっとね、タイプとか、いろいろ細かい区分けがあってね、あるんだけども、例えば、ね、強度によってこのランク付けがされてて、この強度以下では人を乗せてはいけませんよと。後ろにね、赤ちゃんのやつとかね、うん、ダメですよみたいなあるんだけど、私は強度そんなにいらないから、荷物が乗せればいいだけだからね、買ったわけね。で、2500円ぐらいして高いなみたいな感じで、でもまあ着いたからね、よかったと。後輪のハブの部分、車輪の中心部分と、それからシートポスト、サドルの下のポストね、あのパイプみたいなところ、あそこにつない2箇所つないで、で、まあキャリアをねつけるということでできたんだけど、その直後ぐらいにですね、なんかシーリングライトを買いに行きまして、家庭のね、その自室の部屋の照明がね、もう古くなってシーリングライト安く売ってたんで買いに行こうと思って、で、買いに行くときに、あ、キャリアがあるじゃないかと。シーリングライト送ってもらうのも結構なんだけど、家にね、でかいから、もう手で持っては持ち帰れないぐらいの大きさです、シーリングライトは。電池のね、こたつのね、天板より一回り小さいぐらいの段ボールの中にシーリングライト入ってるからね、これ手で持っていけないですよ、歩いてなんか特に距離があるとね。で、自転車ならまあ、なんとか行けると思って。で、電球じゃありませんから。ね、中に電球入ってないから。LED のシーリングライトだから、多少の振動には耐えるだろう、みたいな感じで。で、買いに行ったわけ。で、買って、後ろにロープで弱いで、キャリアのところ弱いで。で、買いましたね。ちょうど、ピザの箱をね、後ろの後輪の荷台のところ乗せて、で、紐で弱くみたいな。そんな雰囲気ですね。まあ、ピザの箱よりもうちょっと大きいんだけど、それやった時にね、なんかいいなみたいな感じで、自転車の荷台に大きなものを積むと
なんかいいなみたいな感じで、でまた機会があったらやろうみたいな感じでね、なんか買った時にやろうみたいな感じで思ってたね。で現在ですけども、先日マット、出る時の下に敷くマット、ふかふかのマットね、厚み5センチぐらいのマット、これ買いに来まして、でそのマットはね、三つ折りじゃなくて巻き寿司みたいにぐるっと巻いてあるような、そういう売り方をしてるんですね。つまり折り目がない形で、それでまあ自転車積めばいいんだろうみたいな感じで、で積もうとしたらですね、ロープを持ってるの忘れましたよ、ロープ後ろの荷台にキャリアにね積むんだけど、だからロープを忘れてきて積めないっていうね、落ちちゃうっていう、でどういう風に積んでも積めないんで、しょっていくかと、ちょうど醤油用のね、あの肩ひもみたいについてるんですね、こうやってしょって帰って持って帰ってくださいみたいな、車で行く人もあの駐車場までこうやって肩にかけてね、重いから持ってってくださいみたいな、そういうのがあって、それをね肩にかけてそれ帰ろうかなと思うんだけど、まあ見た目側もよろしくないし、あとでかいボストンバッグみたいなんでね、バランスも悪いと、要はどっかに固定した方がいいだろうと思うんですが、ロープはないと。今考えればロープもね、チャリ用のロープもですね、ホームセンターで売ってるから買いに行けばいいんだけど、2回行くのが恥ずかしいからどうしようかなみたいな感じで、で結局ね、後ろのキャリアに積めないんで、前のカゴちょっと変形させてガボって入れて、で帰ったっていうね。で前のカゴに巻き寿司みたいにでかいボストンバッグみたいなのバーンと乗ってるっていうね。まあもちろん前はね見える程度なんで危なくはないんですけど、前カゴにでかいものを積んでなんか不格好に帰るっていうね。しかもキャリアがないんだったらいいんだけど、キャリアついてますか、2500円で買ってますから、これ何みたいな感じで、そう憤りながら帰宅しましたね。